日本四国地方徳島県徳島市南二軒屋町南二軒屋町は徳島県徳島市の町名。現行行政地名は南二軒屋町1丁目から南二軒屋町3丁目及び南二軒屋町。2009年12月現在の人口は1295人、世帯数は417世帯。郵便番号は郵便番号770-8063。 徳島市の中央部に位置し、南二軒屋町一丁目から三丁目と、南二軒屋町に分かれ、南二軒屋町一丁目から三丁目は、東は富田橋、西は城南町に挟まれ、細長く南北に伸びる。北より一丁目から三丁目と並ぶ。南二軒屋町一丁目一番を除き八万地区に、属し、南二軒屋町一丁目一番のみ。 東戸田地区に属している。南二軒屋町一丁目から、南二軒屋町三丁目、南二軒屋町人生、南二軒屋町新海、南二軒屋町、石井都市が存在する。商業地と住宅地が入り混じった区域を中心とする。東京を JR 麦線、ほぼ中央を徳島県道136号偶走徳島線が南北に走り、二軒屋駅がある。 南二軒山地は北部が自人生、南部が自新海に分かれていたが、1976年の町名変更後、城南町四丁目の西に地、石井都市が離れて残る。深海も南に農地が残るが、北は神生に続く住宅地である。町名の由来は古来この地に人家が二軒しか存在しなかったことから名付けられたと伝わる。 日券や駅南部では八万町の文化の森駅も利用される。ありがとうございます。